左が、江戸缶味噌。江戸缶味噌は、江戸とその周辺で、江戸時代から生産、食用されてきた味噌の一種である。米麹と大豆などを原料とし、光沢ある、赤褐色または茶、茶褐色塩分が少なく、米麹由来の甘みが強いのが特徴である。なお、かつては、鉱石と呼ばれる濃い赤褐色だったが、近年は、 高褐色などが好まれるため単色化している。味噌としては、比較的柔らかく、粘度の高いものが良質とされる。良品は、大豆由来の甘い方向を有し、米麹による甘みがある。天正18年に、徳川家康が江戸に入って、町づくりを始めると、その発展とともに、仙台味噌、津軽味噌、三州味噌、白味噌など様々な味噌が、 全国から伝わり、販売されるようになった。その中で、麹からの香味を主体とした、関西の白味噌とは異なる、大豆由来の香味と独特の光沢や風味を有する、江戸缶味噌が改良によって生まれ、江戸っ子の人気を博すようになった。大豆も使うものの、米を、新州味噌に比べて、約3倍も、原料として用いる、贅沢品である。 地元の江戸で作られることによる鮮度の良さも好まれ、味噌田楽や土壌汁など、江戸料理にも広く使われた。熟成期間は9から14日、程度と短い反面、塩分が少ないことから夏季には10日間程度しか、保存できず、製造はもっぱら、江戸市中の味噌造で行われていた。江戸時代の最盛期には、江戸市中の味噌需要の60%以上を占めていた。 明治以降も東京で江戸間味噌の人気は続き、仙台味噌が再生を迎えた第二次世界大戦前でも東京の味噌需要の半分を占めていた。しかし、第二次世界大戦の戦時統制で大量に米麹を用いる醸造が禁止されたため、製造が一時途絶えた。 その約10年の空白期間に加えて、食生活や消費者の思考の変化があり、1951年の生産再開後は大きく落ち込んだままとなっている。2003年には、東京都の地域特産品に認定された。2019年時点、東京都内では、アブ又味噌、ひじ味噌醸造元、ちくま味噌、東京都外では、日本味噌株式会社が、 江戸缶味噌を製造している。独特の味わいを評価して江戸缶味噌を使い続ける飲食店もある。米、大豆、塩と水を原料とし、場合によっては甘みと照りを強くするため水飴も用いる。原料の配合比率は一例として以下のようになる。米には軟質の水筒うるち米を用いるが、 他の甘味噌と同様に原料米の品質が味噌の品質に大きく影響する。大豆は紅白色で光沢のある中流が製品の外見の点から最適とされ、塩は国産塩が用いられる。また、水は味噌一般と同様に鉄分の少ない水が適している。米の精米部合は一般の味噌よりやや高く、洗浄、紳士、水切れを経て蒸し、 冷却して種麹を加えて米麹を作る。糖化作用が活発なアミラーゼの強い種麹を用いることで味噌に甘みと芳香が得られる。また、製品を艶やかな赤滑色にするために大豆の紳士処理時間は一般の味噌より短くされ、夏季で3から4時間、陶器で6から8時間とされる。この短い紳士処理が 大豆の香味を生むことにもつながっている。一方、大豆粒内の水分を均一にするため、水切り時間は、夏季4時間、冬季8時間など、長めに設定される。大豆を加熱する際には、留め釜と呼ばれる3日間に、渡る無厚蒸しが行われていたが、現在では、江戸間味噌のほとんどが、加圧蒸し熟によって醸造されている。なお、 カーツツネ熟であっても、無圧の留め釜の工程もあり、上熟は40時間ほどにわたって行われる。仕込みでは米麹、上熟大豆、塩と水を均一に混合し、摂氏50度前後で1から2週間温上する。この際、大豆の粒型が崩れると、製品の外見が損なわれるが、混合が不十分だと参拝する恐れがある。元来は、粒味噌だったが、 現在はこうして製品とするケースも多い。ありがとうございます。